アンダーグラウンドは、村上春樹のノンフィクション文学作品。1997年3月13日、講談社より刊行された。カバー写真は、稲越光一。想定は、川上茂雄。本文デザインは、小山隆子。1999年2月、講談社文庫として文庫化された。2003年9月。 村上春樹全作品1990から2000代六巻アンダーグラウンドに収められる。1995年3月20日に起きた地下鉄サリン事件の被害者やその関係者に村上自身がインタビューを行ったものをまとめた作品である。ただし、当時新州大学医学部長を務めていた柳沢忍についてはリサーチャーの高橋秀美が 長野県松本島で出向きインタビューを行った。村上は1998年11月に続編にあたる約束された場所でアンダーグラウンド2を発表している。これはオウム真理教の信者、元信者に対して取材を行ったものである。2000年6月、英訳版アンダーグラウンドザ東京ガスアタックザジャパニーズプシュケが上記 約束された場所でと合本の形で刊行された。翻訳はアルフレッド・バーンバウムとフィリップ・ガブリエル。ありがとうございます。